降り始めた雪は足跡消して、真っ白な、どうシルクロードです。アナ雪天然水、先日 DVD が発売されたのナチュラルミネラルウォーターでございます。こちらにはエルサ、こちらにはアナ、まあとってもキンキンに冷えてそうなミネラルウォーターが発売されたと。こちら今常温です。ほとんど冷やされてねえのかよ。店の隅の段ボールにひょって置いてありました。ここにチラッとオラフがいるのが可愛いね。ありのままのウォーターを使って皆さんにありのままの手品マジックを皆さんに見せましょう。うん、ではいきます。はい、ここにね、ほら、何の変哲もない新聞紙があんだよね。変哲しかない。あ、ほらちょうどいいよ、穴行きですよ。開いちゃう、ほらほらほら、なんもない、なんもない。いくよ。そうね、こうやってね、まず折っちゃいます。まずこれをね、折っちゃうんですよ。よし、 OK、 折った折った、いいな、いいな。ここにこのありのままウォーターを、まずありのままウォーターを開けると、見とけ見とけ、いくぞ。このな、何の変哲もないな、あれ袋の入ってるとこね、あ、ここだ。濡れても大丈夫な袋が中に装着されてあるから、流しても大丈夫なところ、ここに行くよ。見てろよ、やべえからな。これに行くぞ、行くぞ。ほら、こぼれない。ほらほら、この水どこ行ったかって見たい。行くよ。はい、まず開きますね。でこれをね、このマジックはよくできてるよな。はい、さらにさらにさらに、ほらこぼれてないでしょね。ほら、水どこ行ったんだろう。すごくない？もう分かんないでしょ、水がどこに行ったかね。そうなんですよ、水がどこに行ったかね、誰も見当がつかないぐらいのね、こういうマジックなんですよ。すごいね、すごいね。ほら、もう種の、もう種も仕掛けもないよね。ほら、もう一回やってほしい、もう一回やってほしい。仕掛かんない、この水のな、ここに入れんだよ、これな、ほら、入れんだろ、入れんだろ。あ、やべ、入れるとこミスったー。あ、はぁ、また掃除じゃねえか。続けます。あ、なんないんですもないっすね。ほら、いくよ、もう一回水注ぐね。あっけよ、すんなり。よし、いきます、ね、何の変哲もない、この入り口に注ぎます。ちょっと美味しいな。入れました、入れましたね、入れました。ほらほら、もう水ないよ、水ない、水ないよ。ここに、いや、もうマジックって難しいよな、意外と。ありのままの手品見せるのよ、ありの、ま、うっ、インク癖。